そうで始まりました、もちちね。さあ、今回は。ひらなずや、皆さん、こんにちは。早稲田合格塾代表のひらです。よろしくお願いします。はい、森哲くん、はい、前回早稲田慶応のねうちの実績をお話しさせていただいたんですけれども、はい、ただね通常自慢するだけだったらしょうもないんでね、生徒指導して見ているといろんなことに気づいたりするんですよ、はいはい、どんな人が受かったりするかなって、こういうのはダメだし、今世の中に出てるいろんな YouTuber の動画とは比べ物にならないレベル感のリアルな1個2個頭抜ける昨今の早慶の受かり方の特徴みたいなのをちょこっとね話してみようと思うので、2024年を振り返り、今後2025年合格に向けてどういう風にやっていけばいいかってことですね。はい、そんな話をしていきたいと思います。よくねこう聞かれるんですけど、まあまあうちの早慶合格率ってすごい方なんですよ、はい、その戦術って実はすごくシンプルなんですね、はいはいはい、だからそこの秘密をちょっとお話ししたいと思ってて、これはあんま受講生以外には話さないようにはしてきたんですけど、でも大事なのってノウハウがあるかどうかってことだけじゃなくて、ノウハウがあってもやれなきゃ意味がないので、うん、でやるためには指導者が必要なので、うん、だからまあ公開することによってぜひ指導者としてついてほしいっていうね、うん、人が増えたらいいなってことで公開してみようかな。武田塾だって参考書ルート公開してるわけです。まあまあそうです。早稲田の早慶合格ルートみたいな話をしようと思います。なるほど。それは参考書とかじゃないんですよ。何ですかそれは。はい。その話もねしていきたいと思います。はい、まず本当に早慶目指す上での昔も今も変わらぬ大切な戦術ナンバーワン、戦術一丁目の一番地は何かっていうと、今も昔もローラー作戦は正義です。お、何ですかそれ、光源氏ですか。まあそうですね、光源氏みたいなもんやろローラー作戦は。何ですかローラー作戦っていうのは、要は昔からさ、まあ皆さん僕もね動画の中でよく言ってきてるけど、早稲田行きたかったら3つ4つ5つ受けるんだみたいなのあるじゃないですか、はい、実はね昨今受験生たちねローラー作戦が2分目です。というのも早稲田もねギリギリ学部併願が2あるかどうかぐらいなんですよ、うん、慶応とかだと 1.45 ぐらいしかないんですよね。つまり昔とかだったら 2.3 とか4とかぐらいあったりしたんですけど、どんどん学部併願率が下がってるんです。これって何かっていうと、この逆張りをすればいいんですよ。力のない人がどんだけローラー作戦引いても意味ないんですよ。ローラー作戦っていろんな学部受けるですから、ね、そうそうそう、数学部受けるってことね。光源氏のままと、うん、光源氏を知らんから、あんたのせいや。話なんだったっけ。力のない人がそういうローラー作戦引いてもあんまり意味ないんですよ。だけどね、力のある人が3つ4つ5つも受けるとね、1つ2つ取って帰ってきたりもするんですよ。時代が逆行しているからこそ、本来のあるべき戦術を取ることによって自然と合格可能性が高まっていくって感じなんですよね。まあ言ってましたけど、受験生ケチになってきてると、うん、そうそうそう、文や文校でもそうですもんね、うん、英検理用と両方出しゃいい、うん、片っぽしか出さない人がすごく増えている、うん、そうそう、不景気であり親はお金がないと勘違いしてる人がすごく、うん、それある、そこの通り、本当その通り。子供たちが、うん、塾は高いとかいろいろ言って、そんなこと言って浪人した方が高いだろうみたいなね、うん、財布が気にしすぎてるっていうのがすごくあるんですよね、うん、これも難しい話ではあるんですけどね、皆さんのね優しい心はね逆に皆さんの不利益をもたらしてて、そうそう、親にとって本当の幸せって皆さんが少しでも自分の理にかなった人生を歩めることとかね、うん、夢に向かって少しでもいい結果を出せることとかが大事なんで、そこはね親御さんとちゃんと話し合ってみていいと思います。そうだ、家庭ではですね、あなたの思っているそのお金の感覚、大人のお金の感覚って違う、全然違う、ゼロが違うんで、うん、その辺の30代の社会人と森田先生のお金の感覚も全然違いますからね、桁が違いますよ、もう桁が違うんでね本当に大社長で、はい、っていうところもあるんで、まあこういう時代だからこそ逆にねローラー作戦引いてみていいんじゃないかと、いろんな意見あります。ローラー作戦に関しては何学びたいかで行くことが大切だっていうね、ローラーだよ、うん、そういう意見もあるんですよ。これそれもわかるんですよね。だけど一方で18、19の小僧や小娘に何が学びたいかなんて分かってないこともね、やっぱこれも多々あるんで、だったら行きたいところに行ってみたいって、でも行きたいところがね何学びたいとか分かんないけど、でもとにかく早慶とか行けたらちょっとなりたい自分になれそうな気がするんだって、それってねやっぱり自分自身を大きく変えるんで、だからそれはそれで否定しないでほしいなと思います、うん、人の生き方は多様性です、うんうん、これも認めてほしいってことですね、はい、はい、複数学部を受けろっていうのがまず1個ですね、うん、そして第2に、今年ね早稲法がすごく調子良かったんですよ、はいはい、なんでこんな調子良かったかなっていうふうにこう考えたんですけれども、早稲法ってねずっと僕言い続けてるんですけど、入試問題の作文がすごくうまいんですね。変な問題作んないんですよ、うん、よく考えたら解けるっていう問題で、でもよく考える過程で判断に差がつくように作ってるんですよね。こういう場合勉強時間をしっかりとかけて習熟を聞かせてきた人が合格するようになってるんで、今年ねうちの
の塾で特徴としては、割と高2のうちから入ってくれる子が増えてきたっていうのはあるんですよ、去年からね。それと同時に成績がいい子も多かった、地頭がいい子も多かったというところもあって、やっぱ小さい頃から勉強に対して時間をかけてきた子は結構多かったなというところもあって、何が言いたいかっていうと、受験勉強は進化程がどうとかいろいろあるんだけど、早めに始めておくことによって最後の習熟度が違ってくるんで、だからこれは一つこう大きなね、あの分かれ道だったかなということ。早いうちから、うん、例えば皆さんが4月から受験勉強開始したとしよう、これ4月だとしてさ、こういってこう上がっていくみたいな直前、こういってこう上がっていく人と、このあたりからゆっくり勉強、こうやってまあね、ちょっと上がったり下がったりしながらこうやってね、上がっていって、でも最後はなんかこっちから始めた人の方がこうやっていってて、あの皆さん、どっちの方が合格可能性高いと思いますか？どっちですか？あのね、この辺からこうやってて、で、なんか最後、模試とかではちょっとこっちから始めた勢いのあるやつに偏差値抜かれても、こっちの方が受かる可能性高いんですよ。うん、要するにね、試験本番におけるね、本番力とかが違うんですよね。うん、で、これって何から生まれるかっていうと、習熟度から変わってくるんですよ。うん、多少の傾向変化とか、少し苦手な問題とか出てきたしても、かけた時間で習熟度合いが違ってくるから、丁寧な勉強具合が違うんで、うろたえないし、力に自信持ってるし、で、やっぱ判断力、回答能力の安定感が違うんですよ。だからこれが、目立ったりとか、うん、逆転合格とかいろいろ聞いて理想的になっちゃってる人結構いるんですけど、うん、そうじゃない。自分が教えてきた中でも河合塾でトップレベルの層を教えてきたんで、高2からそのトップレベルにいる人たちは余裕で受かってくるんだよね、うん、その通りなんですよ。どうしてもほら昨今ね、逆転合格勢でこれがね、なんか理想になってるから、高よりはせめてこんな感じの上がり方を目指してほしいというかね。スタートが違うともう全然違うんだもん、うん、そう全然違う本当に。続きまして、早稲法、今年英語の大問1と大問5が難しかったんだけど、なんとか勝ちきれたなっていうところがやっぱ特徴としてあって、でこれなんでかというと、英語の大問1今年電気だったんですよね、はいはい、電気ってね、やっぱり早稲法の入試問題ってもうずっと変わってないんで、あのスタイルだけで言うとね、多少の変化はありますけどね、後半とか何回か出てきてるんで、読み慣れてる人だとこういうスタイルでもうろたえなかったりとか、あと大問5のね、今年はバンクシーの絵とかありますけど、はいはい、そこに対する想像力とかも見てきた自由英作文の問題の数が違ったりするんで、いろんな答案例を知ってるから何かから引っ張ってこれたりするんですよね。そうですね。一橋の過去問見てた人たちもいた。ああ、そうだよね。一橋の過去問とかって本当に早稲法とかに生きるもの多いからね。社会系のテーマとか多いし、あとはまあ国語の古文漢文の失点が抑えられたとか、あと日本世界史が例年通りある程度優しめだったところで、落としちゃならんところで落とさなかったってことも大事なので、皆さん過去問やる上ではね、落とさないところで落とさないっていうか、落とすべき問題じゃないなっていうところは見極めるとかなり合格近づくよっていうところ、早稲法の社会科では非常に大事なところだったかなというふうに思いますね。はい、あとね、意外と、ね、早稲田とか慶応っていうと文系の話を結構たくさんするんだけど、実はうち理系の方が割と目立つんですよ、中身でやってる人間としては。理系の人の話たまにはしろよって言われるからやっときたいんだけど、早稲田理工、慶応理工を目指している方、大事なポイントが2点あります。大きな大事なポイント、まず第一に、総計は4科目、総計以外は3科目になるってことなんですよ。で、これ高2の春休みとか高3のね、早い段階ですね、理科のどっちを勝負科目にして、どっちを守りの科目にするのかを見極めてください。高1高2と理科やってきたらば、どっちの方が得意そうかってぐらいは分かるじゃん。決めておくことによって、で、夏以降の勉強時間とかがね、全然違ってくるし、総計ダメだったけど、こっちには受かりました、みたいな人の実力差を分けるものって、理科をどっちを勝負科目にするかを決めてたっていうことって多いんですよ。バランスよくやっちゃうと中途半端になるんですよね。理科どっちで勝負するかってことを決めるっていうこと。攻めと守る。で、あと、数3のね、やっぱこう進捗具合すげえ大事で、あの、数3の基礎力を夏休みに入る前に完成させたいんですよね。どうしても現役生で学校の進度とかになると、文系における社会とちょっと似たような現象が起きるんですよ。数3はもう自分で夏休みに入る前までに一通り終わらせておいて、で夏休みからは数3のレベルアップに使う時間に使えるか、それともぐっと基礎力完成に時間を取られるかで、かなり数3の完成度が違ってきて、でこれは数学の得点力につながってくるんで、マジで理系は数3がどれだけ取れるかが命になってくるから、ここもかなり勝負を分けるかなというところですね。ということなので、繰り返しますが、比重をねつけてあげてください、勉強。最後に、国際教養学部に関してちょっと話しておきたいんですけど、国際教養学部は英検準1級を取るタイミング、合格する人しなかった人が割と分かれてて、さっきの話のね、
これとね、これの話にちょっと似てるんですよ。高2ないしは高3の1学期のうちに準1級を取ってた人と、2学期に持ち越した人で、合格率が全然違います。なんでこうなったのかなっていうことを分析すると、2学期とかまでね、英検の勉強とか持ち越しちゃうと、当然だけどさ、過去問って2学期にやるじゃないですか。で、11月以降になると、共通テストのことも考えて勉強しないといけないじゃないですか。過去問をやれる時間っていうのが、ぐるってね、少なくなっちゃうんですよね。ってなってくると、国際教育学部って過去問に特徴があるんで、そこに対する習熟度合いが、差が出てくるんで、国際教育学部を受けるか否かの目安は、高3の1学期のうちまでに英検準1級を取れたか、もしくは取れなくて持ち越しちゃうかで、国教を受けるかどうかを決めるといいと思います。しわ寄せが必ず来ます。英検って、得点の取り方があるんですよ。そこを抑えてたら、マーチに届かない人たちでも、11取ってるやつがいる。ね、レベルとして、11合格なんて与えられるレベルじゃないのに、合格しちゃうっていうことが起こってて、僕はポイントをね、教えるわけですよ。ここをこう取れば取れがるからって言って、それで合格するんですよ。で、合格するけど、これドーピングなんで、英語力がそれ上がってるかって言ったらそうでもなくて、うん、で、マーチレベルに到達してないんですよ、英語力は。あ、そんな人たちが、気がするな、出ちゃうんですね、うん、英検って。だから、勘違いしちゃってて、準一級受かってるから、英語は得意だと思ってるけど、うん、実は全然そんなことない。うん、だから別科目じゃないけど、別スポーツみたいな感じで、似てるけど、同じ英語だけど、全く勉強が違うっていうのは、ひしひしと、この1年でですね、うん、分かったことなので、うんうん、ポイントを分かって教えちゃってる自分も小学生に2級受からせたりとか、うん、全然マーチレベルないのに準1級受からせたりとかしてきちゃったんで、さっさと英検終わらせて受験の勉強しなきゃダメなんだなっていうのは分かりましたね。うん、なるほど、分かりました。はい、で、国境はね、あと法学部との問題の相性がすごくいいので、はい、法学部と国境のリーディングだとどっちの方がレベル高くなる？国境の方が高い。やっぱ語彙とか全然違うんで。で、最後に、慶応に関してなんですけど、うん、慶応はね、ちょっとズルが効きます。法学部のフィット入試、文学部、SFC に関することなんですけど、慶応はね、総合型選抜に非常に力入れてるというか、うん、まだ断言するにはデータが少なくて怖いんですけど、ただ僕の肌感覚、結構総合型選抜ちょっと緩いかもな、みたいな印象。うん。学部によって求められるもの、ちょっとずつ違うんですけど、志望理由書があって、で、あと活動報告書みたいなのがあってっていうところで、あなたがこれまでやってきた活動と、そして大学に入って以降のビジョンとって、で、早稲田は結構ね、総合型選抜、これまでの経歴とか、あなたがどういう人なのかみたいなところが割と見られがちなんですけれども、だから芸能人のね、お客さんとか割と受からせやすかったりするんですけど、ね、慶応とか活動報告書も見るんだけれども、活動報告書を踏まえての背景でどんなことをやろうとしているのか、学ぼうとしているのかの志望理由書をしっかり見てくれるから、そこをしっかり作り込むと、面接とかも志望理由書って作ってるとね、だんだんと自分のことが見えて答えられることが多くなってくるから、慶応は総合選抜人数も取ってくれるんで、ただ、ここ大事。一般入試の勉強しながら、一個ぐらい総合型選抜も狙ってみようかな、みたいな。一般じゃ無理だから総合で行こう、みたいなチャラい考えしてると、結構大学の人はそれ見抜きますんで、そこまではチャラくないんだけど、一般入試頑張ってる学力がある人が、手段の一つとして総合型選抜やってみると、結構取れたりするんで、こう活用してみてほしいかな。今年はね、うちから総合型選抜で4名行ってるんで、総合型選抜に関してはいろいろと発信はしていく予定ですので、僕自身もです、はい、いろんなゲストの方とかも呼んだりですね、あと自分自身も研究いろいろしてますので、うん、そちら見せていくことになると思いますね。ぜひとも見ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.